大丈夫だって。そういえば父さんとの同居のことなんだけどさ、まだ先の話だし、すぐに決めなくていいからさ。2人ともよく来たね。父さん、この人が初めまして、吉野香菜子です。智也の父の香川誠です。いつも息子がお世話になっています。こちらこそ。なんで、なんで、なんで、どうぞ。呼び言葉カナでいいよ。次からは避妊薬を飲んできなさい。君もその方が安心だろ。邪魔するほど野暮じゃないよ。なんかすみません。智也も嫌だろう。婚約者を抱いていた男と一緒に住むなんて。